の蛇って、ま、ちょっと、待って、みんなに審議してもらおう。SM って、重めですか？軽めですか？これどう？ SM は、軽い性癖、重い性癖？このね、ここのラインが知りたい。うわ、これすごい。割れてる。普通？あ、普通って意見があるんじゃない？内容による。あ、普通なんじゃない？重くはない。重い。軽い。いや、ちょっと人によるな、これ。性癖の軽さ。これ真偽ありますね。赤ちゃんが、まず、性というものを学び、性癖というものを得るときに、まず第一歩目が SM かなって思ってんの。から、まあ、言ったら哺乳瓶。SM は哺乳瓶かなって思ってて。え？もう酔ってる。まだ酔ってないよ。ちょっと待ってよ。まだ酔ってないです。え？いつもこんなんでしょうが。コルセットピアスは SM よりちょっと、ん？同じぐらいか？ちょっと上なんかな？多分。みなしごハッチって知ってる？みなしごハッチ。あれをね、見たときに、なんかこう、なんていうのかな。人の絶望する様って可愛いなって思って、ちょっと言い方がある。なんかほら、みんながさ、窓マギ見て、あ、面白いって思うのと一緒ね。人の絶望する様って美しいなと思って、から、キューティーハニーとみなしごハッチで、坂本の幼少期は固められ、坂本の性癖が歪み始め、もうなんか、よかったなって思うけど、性癖歪んで。いや、この世界を、怖いとか、なんか理解できないと思って生きてる世界、があったとしても坂本、その世界線、健全な坂本世界線があったとしても、いや、いらない。いい。汚れたままでいい。この身を浄化する必要はないと思ってしまう。 Thank you for watching.